区水族館前ゆか水路では14時30分より青空ゆかウォッチングが始まります。イベントではイルカたちの体の仕組みやダイナミックな動きがご覧いただけます。またイルカたち、私の向こう岸にございます青い台の前から動いてまいりますので、どうぞ見やすい位置への階段をお願いいたします。まもなく水族館前イルカ水路では青空イルカウォッチングが始まります。イベントまでもう少しお時間がございますので、それまでは私の足元に広がっています、こちらの一途に防波堤の歴史と、その前に広がるイルカ水路についてお話をさせていただきます。まず私の足元にございます、こちらの一途に防波堤、古いものは江戸時代に作られました。私より向かって右側、桜島フェリー側に見えます石積み防波堤は江戸時代に作られたものです。また私より向かって左側、自動車が通っています。桜橋を越えたあたりに見える階段状の石積み防波堤は明治時代に作られました。また江戸時代の終わり頃に行われた薩摩とイギリスの戦争、薩英戦争では大砲を使用するための砲台として利用されていたんです。現在も桜島フェリー側に見えます石積み防波堤には砲台跡として残されています。この歴史のある石積み防波堤、平成19年には国の重要文化財にも指定されています。この石積み防波堤の前に広がる水路を私たちはイルカ水路と呼んでいます。こちらのイルカ水路は私の左手にございますドルフィンポートの前まで続いています。この長いイルカ水路を先行って鹿児島水族館では飼育スペースとして利用しています。現在イルカ水路には2頭のハンドイルカがやってきています。そしてこのイルカ水路は金華湾とつながっており自然の海の一部です。ですので非常に自然の影響を受けます。現在イルカ水路は潮の引いている時間、干潮という時間から潮の満ちている時間、満潮へと向かっています。イルカ水路干潮時で水深が2メートルから3メートル、そして満潮時になりますと水深が5メートルから6メートルほどになります。このように潮の満ち引きや風などの影響によりイルカ水路の中へはゴミが入ってくるんです。なので水路へイルカたちを入れてくる前には水中はレーバーが潜ってゴミなどを回収し、陸上からは網などを使って水面のゴミを回収したというイルカたちを展示しています。皆様もゴミなどを見つけた際にはお近くのゴミ箱へ捨てていただきますようご協力をお願いいたします。まもなく水族館前イルカ水路では青空イルカウォッチングが始まります。イベント中イルカたちが大きな動き、ジャンプなどを行った際、お近くでご覧のお客様のところまで水しぶきが飛ぶ恐れがございます。イルカたちが大きな動きをした際は水しぶきにご注意ください。それではお時間になりましたので、青空イルカウォッチング始めてまいりましょう。まずは2頭揃ってスピーチャンプからです。それではここからは本日一緒にイベントを進めてまいりますイルカたちをご紹介します。まずジャンプに向かったのが別のハンドイルカ、名前をナーガと言います。続いてスピンジャンプへと向かいました。オスのハンドイルカ、名前をナーガと言います。本日はナーガ、そしてラッタと共にイベントを進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。それではまずイルカたちのヒレについてご紹介します。一つ目のヒレはイルカたちの背中についているこちら背びれです。まずはまず背びれを見せていたのがナーガです。このナーガの背びれの特徴は三角形に近い形をしていて先端が丸くなっているのが特徴です。もう一度ナーガに背びれをつけてもらいましょう。三角形に近い形をして先端が丸くなっています。続いてラッターの背びれはどうでしょうか。ラッターの背びれの特徴は後ろへと
予約割りとして使用しています。続いてラストメロディです。顔の近くについているのが胸びれです。この胸びれの中には私たちの手と同じように5本の指の骨が入っています。人間のように手を握ったり開いたりすることはできないのですが、今のように小刻みに動かすことができます。イルカたちはこの胸びれを使い、水中では方向転換やブレーキなどの役割を果たしているんです。またイルカたちがコミュニケーションを行う際、この胸びれでお互いの体に触れ合う行動が見られます。この行動をランニング行動と呼んでいます。鹿児島水族館イルカ館の地下にございます出会いの海では、イルカプールを水中からご覧いただけます。イルカたちが胸びれを使ってコミュニケーションを取っている様子も観察してみてください。続いてヒレの中で一番大きいのがこちらの尾ヒレです。イルカたちの尾ヒレの形にご注目ください。イルカたちの尾ヒレはハートシートルの形をしています。また体の大きいイルカになりますと、この尾ヒレの幅が1メートルほどにもなるんです。イルカたちはこの大きな尾ヒレを器用に使ってさまざまな行動へと向かっていきます。この尾ヒレの動きにもご注目ください。ご覧いただいたようにイルカたちは尾ヒレを滑ったように動かして泳ぎます。この尾ヒレの動きをドルフィンキックと呼んでいるんです。このドルフィンキックは非常に力強く、水中では時速30キロものスピードで泳ぐことができます。イルカたちの体の色にご注目ください。
ハンドレールがお腹側は白く、背中側は黒っぽい色をしています。実はこの色、黄色なんです。水中から水面を見上げますと、太陽の光と水面が交わることにより白く見えます。この白い色とお腹の色が似ていることから、水中の外敵に見つかりにくくなっているんです。そして背中の色は、海を上から見下ろした際、海の色と背中の色が似ていることから外敵に見つかりにくくなっています。イルカたちが水中深くへ潜った際に見つかるのは、この保護色のおかげだったんです。お休みのお過ごしください。